ちゃすなりきんでーす。昨日カジノ勝ちました。やばない、青ギルで結構臭いなペソ。まあ、今回ほんま動画にする予定なかったんやけど、めちゃくちゃ面白いパーティー参加できたのと、さっきね見せたあの大金買っちゃったということで、もうめちゃくちゃ気持ちよくなったから今回動画にしちゃいました。で今ねセブ島のムースターっていうところにいます。ここ見て、すごっ。ここには2つのホテルが入っててプラスめちゃくちゃでかいカジノ。で今回ね VIP カジノの運営してるベッドランクさんっていうところがまさかの招待してくれて、六つ星って言われてる五つ星があんねんけど、六つ星って言われてる五つ星ホテルね、よう分からんけどな、うん、そこの宿泊とプラス VIP の方がめちゃくちゃ集まるパーティー、そのイベントがめちゃくちゃ楽しかったのと、なおちゃんやばかったで、めっちゃ頑張ったよ。頑張った、うん、その頑張ってる姿はみんな見てほしいのと、そのベッドランクさんからまさかの皆さんにホテルの宿泊サービスをカジノのねチップ、まあこれちょっとねあのっていう感じで、動画の最後にこのホテルの宿泊とカジノのチップ何万ペソってねもらえるプレゼントがあるんで、それ動画の後半にベッドランクさんからいただいてるんで、ぜひ見てください。今回は俺だけじゃなくて旅系 YouTuber のカズエライフ、あらしゅいかぜでーす。あと大地くんもいるから、なんでそんな遠慮した、カメラ NG なんで、ね、このオープニングマジで15分ぐらい撮っても熱くてあーそうだよ、ごめんオープニング下手くそ、俺下手くそということで面白い動画撮れたんでみんなぜひ見てくださいということで、今からやばいやばいやばい最後終わったー、はい、エグいってちょっと緊張してきたね。なおちゃんその格好大丈夫？俺も一緒やん。ちょっと首よりすぎちゃう。よりすぎ？マジで？伸びきってない。ちょっとベルビューティコ。めっちゃボレるやん、ちょっと待って。皆さんはどの子がタイプですか？ビールの早飲み大会で一番勝った人が20万ペソ分のチップもらえる。マジで参加できる。うん。Let's do the lady first。 おっ、すごいすごい、次なんかテキーラめっちゃショット持ってきてるから、もしかしたらゲームかも。せやケイシーちゃんです。偉い人がこっから盛り上がるからいっぱい飲んでくださいと思って。 Are you ready? Okay, ready, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7! 1, 2, 3, 4, 5. Ready, go! 1, 2, 3, 4.
Thank you so much。 やばいやん。え、めっちゃいいやん。30秒すごいやん。いや、横からさ、まだいける、まだいけるってめっちゃ言われたから。ラハポナもいいです。ラハポナもいいです。ほんまに、ほんまに。ミュージック、are you ready to party tonight? 正直余裕やった。Let's go, let's go, music please。 鼻に入ってるから。まだの、鼻入ってるからまだ飲める。そうや、らしく、まだ飲めたらしく。強すぎや。ちょっといっぺんした、ラハマン。自分の一番セーブ。Thank you so much, Mir. Congratulations.今ね、パーティー終わって実際に今ジャンケットの中にいるけど VIP の方がどれぐらいのお金使うのかとかどれぐらい買ったのか負けたのか過去にね、いろいろちょっと聞いていこうと思うので、だからね、VIP にインタビューしようと思います。ではい、はい、ということで、まあ、ジャンケットの中でちょっと声かけさせていただいてインタビューさせてくださいって言ったら OK もらったんで、それも何さんですか。A氏。それも絶対顔出し NG になっちゃう。顔出し NG、 OK です。Aさんちなみに何されてる方なんですか。僕はブロックチェーンとか、ブロックチェーン、メタバースとか、最近はもうチャット GPT とか、もうめちゃくちゃ1日3時間ぐらいチャット GPT 会話してます。あれをビジネス、いやみんな、いやビジネスじゃないです。普段カジノ結構行かれるんですか。昔めっちゃ行ってたんです。マックスどんだけベットしたことあるんですか。マーチンゲール使ってたんで。ナイチンゲール、ナイチンゲール、ちょっと待って。100万負けるじゃないですか、はいはいはい、で次100万取り戻すために200万かけるんですよ。で、はい、また負けるでしょ、はい、で次400万かける、はいはい、でまた負けるでしょ、でもう1400万負けて最後これでいくぜっていう時に2300万ぐらいかな。いやもうめっちゃやばいって本当に。じゃあマックス2300万かけたってことですか。かけた。いい、2300万かけるってどんな気持ちなんですか。もうやばないですか。心臓バクバク。マックス何もかとかあるんですか。1日2000万ぐらい。2000万じゃあマックス負けたことは何。2300万。マジっすか。ほんまありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、買ってください。買ったら飯を買ってください。応援してます。応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。レディー3人組を今、ジャケットの中から捕まえてきました。大丈夫です。VIP の前その捕まえてくれてください。ということで、ちょっと今からね、いろいろ聞いていこうと思います。まず、カジノ、どういった理由で今日来られた。乗りで来ました。乗りで来れる場所ちゃうよ。ちなみに何分ぐらい、何分ぐらい。10万ペソ。10万ペソ。10万ペソ。入れるぐらいの。最低限。わけわからん、わけわからん。ちなみに今まで買った最高額。買ったことないです。買ったことない。ちょっと待って、ちょっと。買ったことない。私一回。負けるまでやり続けて。8万ぐらいかな。8万。行くよ。結構出しちゃダメなこととかも。あ、NG。あ、OK です。じゃあモザイクかけて。はい、ということでね、今ね、パーティーとそして VIP の方のインタビュー終わりました。ちょっとやばかったな。やばかった。とりあえず奈緒ちゃん、すごかった。ありがとう。奈緒ちゃんのファインプレーにだいぶ助けられた。プラス、俺もね、10万ペソ分当たってんねん。やばいよ。うん。でこの後、この動画撮り終わった後、とりあえず俺らちょっとかけに行こう、うん、で15万ペソやから。そうやね。だからあれ、日本円にしたら40万以上じゃん、うん、そうやね、のあると思うな。いや、これ買ったらもう、行こう。ナイトライフ。うん、ベッドランクさん、今回招待してて、ほんまありがとうございます。で、プラス
無料キャンペーンの話もまさかいただいたから、ちょっとこれ見てほしい。あのマイクピーさんの、チャンネルの方々にちょっとプレゼントをご用意させていただきまして、はい、僕の視聴者さんに、ありがとうございます。いいえ、どのプレゼント？プレゼント内容で見ますと、はい、セブで、まあ、我々の方でプログラムを開いていただくための、20万ペソの、ローリングチェックプラス、ホテル、はい、タックドの、空港送迎、こちらをご用意します。そう、ご本人だけご自身でご用意いただければ、もう他は全部うちでやらせていただきます。マジ？いい？大丈夫です。いい？これどうやって応募するかって言ったら、まずイクビーチャンネルのインスタと YouTube、 これをフォロー、サブスクライブしてもらって、プラスベッドランクさんのインスタグラムをフォローしてください。で、ベッドランクさんのインスタの DM にセブ島に来たい意気込み、これを DM してもらったら、ベッドランクさんの方で抽選で1名様に当たるんで、皆さんぜひ応募してください。ということで皆さん、セブ島で一緒に会いましょう。俺今からこのね、10万ペソかけてくる。うん、ちゃんも5万ある。そう、ある。だから2人15万ペソ。そう、今から勝負しない。ということで今から行ってきます。カジノ勝ちました。なんかどう？嬉しい、嬉しい、勝って。めっちゃ嬉しい。うん、思いすぎてシートバカゲーム寝られへんの？興奮しない。嬉しすぎて。